はい、皆さんこんにちは、マサでーすって感じでね、またやっていきたいと思うんですけどもね、なんだかんだ言うてもうね、月日が流れるのが早いですよねーってね、もう言うてる間にもう秋ですよ、秋。秋って言ったらね、まあ芸術の秋とかね、いろいろありますけどもね、うん、読書の秋とかもね、ありますけどもね、音楽まだね、CD 買いました。うん、CD 買ったんですけども、夏はね、よくサザンとか買ってたんですけどもね、今回まだブッドンって感じでね、このブックオフの参加の公式アプリって、ね、この通販でね、また買いました。結構ね、今回はね、6枚ぐらい買ったんですよ。あ、これ住所出やへんやろな。危ないな。うん。そしてね、どんなん買ったと申しますと、これね、皆さんご存知ですかね。これ、今回はね、洋楽です、洋楽。今回はね、大体ね、これはね、2000年代になるんかな、これは。2000年代ぐらいのね、女性アーティストさんなんですけども、1枚はね、この、どんな感じ？ピンクっていう感じ、いう感じの人っていうかね、ピンクさんっていう、ピンクさんっていうのもおかしいですね。ピンクっていう、アーティストさんでね、結構有名な曲とかもあるんですよ。それでね、これ前、以前持ってたんですけどもね、処分してね、それだけど、たまにまだ聴きたいなと思う時があってね、で、まだ買っちゃったんですよね。そういうのがあるんですよね。漫画でもそうですしね。なんかもういいかなと思って、もう聞かへんやろうな、もう読まへんやろうなと思ったんだけども、まだね、聞きたくなってしまう。このピンクさん。ピンクさんっていうかね、ピンクのやつね。これが1枚でしょ。あとね、それでいや、無償にこれどれだったかな、どれ聞きたい曲が入ってたかなって、こう、どれに入ってたかなってわからんようになったからね、もう、安かったんですよ、もう。うん。だからまとめてもう5枚買いました。誰がと申しますと、これ知ってるかな、皆さん。これね、うん、なんかね、うん、それ反射しないようにね、うん、ちょっとね、ブリトニーさんですね、うん、ブリトニーさんのね、ブリトニー・スピアーズさんのね、このアルバムね、これ反射しないようにね、気をつけなくちゃいけないよってね、感じなんですけども、これが1枚、2枚でしょ。で、あとは、あとこれは3枚。まあ、中古で買ったからね、そんなに高くないんですよね。で、まあね、備品って書いてあったしね。あ、3枚ね。うん。まあまあ、可愛らしい人なんですけども、ちょっとお騒がせっていうかね、そういうアーティストさんの感じなんですけど、まあ今でもこの、さっきのピンクさんかでもね、このブリトニーさんかでも YouTube チャンネルもやっておられるみたいですからね。またこれね、秋のね、夜長とかね、これから先にまた聞いていきたいと思います。意外とね、お前、洋楽なんか聞くんかっていう感じなんですけども、意外と聞くんですよね。っていう感じなんですけども、まあ、音楽はね、うん、あまり僕の柄じゃないですからね。うん、今回もまたこれをやっていきたいと思います。ドンと。はい、これは何でしょうか。これが出てきたらね、バスボールマスターの僕っていうことで、うん、今回買ってきたのはこちら、ドンって感じ。これね、武者兜バスボール。うん、すべて武者兜のバスボール、全5種。大体ね、ここに書いてる通り、この、だけどね、人の親指、人差し指の大きさなんかわからないですからね、指にすっぽり入るよって書いてますけどもね、今回はね、森林の香りです。うん。うん、僕の部屋の中、森林にね、もう、森林の中っていうかね、僕のとこ田舎だからね、もうすでに家出たらね、森林の香りしてるんですけどもね。これあとはね、何書いてあるかな。シュワシュワスボスボ。ちょっと意味わからないんですけども。一個入り。乱世を駆け抜けた武将たちの兜を集めようってね。ちょっとね、後ろにいる仲間たちにね、誰か一人ぐらいは被れるやつがいるだろうっていう感じでね、買ってみたんですけども。まあよかったらね、また続けて買っていきたいと思うんですけども。ラインナップは、これは武田信玄。どこ行った？刺し棒。はい。これ武田信玄。これか上杉謙信。あ、これ真田幸村いいですね。真田幸村。それから石田三成。それシークレット。このメンバーから言うたらね、伊達政宗ちゃうかなと思うんですけども、この辺はちょっとわからないですけどもね。これ、またね、これどこで買ったんだっけな。まあね、結構ね、トイザラスとか、いろんなトイ、ビレッジヴァンガードとかね、お高いやつはあるんですけどもね、300円、400円、500円とかね。これはセリアで買ったんですけどもね。まあセリアでね、あんまり興味のないやつは買わないんですけども、こういう面白そうなやつだったら買おうかなと思ってね。
ですけども、うん、狙いは、うん、そうですね、この大きい、一番大きく書いてるこの真田幸村、これを狙っていきたいと思います。ボール自体は、ね、こんな白いあれですね、うん、ピンポン玉ぐらいの大きさなんですけども、あ、もうすでにいつもねこのビニールがっちりしてあるんですけど、もうすでにいい香りがしてるんですよね。うん、今日の僕のお風呂はね、これ森林でね、のお風呂入りたいと思います。夏場はねシャワーだけで済ますとかね、そういう感じ多いんですけどもね、うん、だけどね意外と僕家ではそうかもしれないですけどね、あの銭湯とかね、あそこ、ああ失敗した、あらららら、らこれはいけませんよ。うん、もうすでにもう出ましたし、これ爆発しました。これはすごいことになってます。これは大変です。うん、とてもねこういうのは初めてですね。いきなり僕爆発しました、入れようと思ったら、うーんうーんって言ってる場合違いますね。これまたいい、これ片付けるの大変ですわこれ。うーん、とりあえずフィギュアとかに大切なものにかからなくてよかったです。うん、おパイプ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 イってね、もうそれでね、うわもう嫌だな。だけどね、まあ溶ける暇が、溶ける暇がじゃないな、あれが溶けました、溶けましたじゃないよ、もうちょっとパニックってますね。溶ける、時間がね省かれました。はい、出ました。せめてねこう雪村出てもらわな困りますね。これこんな爆発したんだからね。うーん、何の話してたんだっけな。あ、スーパー銭湯とかねよく行くんですよ、サウナとかね。うん、そこではこういうね日替わりでね、なんとかの香りとかね出てるんですけども、ちょっと困ったですね、ほんまに。こういうこともありますからね、バスボール、気をつけてくださいよって感じですね。うん、バスボール前は1回目は前初めの頃はねこれ溢れ出したりとかしましたしね、2回目はこれ爆発しますね。うん、皆さんこれね水入れるまではね慎重にしてくださいね。うん、こういう爆発する恐れがありますからね。これ雪村、これちょうどほんま、そうですね、親指にちょうどいいぐらいのサイズですけども、うん、まあね、ちょっとそんなパニックになってる場合違うんですけどもね、今日の吉岡里帆ちゃんを紹介しなくちゃいけないよと思ってるんですけども、うん、今日の吉岡里帆ちゃんはね、こちらの吉岡里帆ちゃんです。今日の吉岡里帆ちゃんは、どこ行ったかな。ね、音楽だからね、音楽を聴いてる。あ、音楽を聴いてね、なんかほっこりしてるような里帆ちゃんを用意しました。うん、もう困ったなこれ。ちょっとこっちは移動しましょう。ブイってね。うん、そしてね。音楽を聴いてほっこりしてるようなリホちゃんでね、こんな感じのリホちゃんをご用意したんですけども、うん、ちょっとね、ちょっと季節が早い冬のリホちゃんなんですけどもね、なんとなくね、静かな音楽を聴いてほっこりしてるよって感じ。メガネのリホちゃんもいいですよね。発見アニメの時もね、こんな感じでしたけどもね、うん、珍しいかな、こんなネイルをしてるリホちゃんっていうのもね、こういうモコモコっていうのも似合いますね。うん、抹茶を飲んでるのかな。京都らしいですね。京都女らしい。京都の女性らしい。もう一枚はこちら。うん、もうほっこりして出かけましたって感じのね、りほちゃんなんですけども。うん、神社仏閣みたいなところかな。うん、こういう神社仏閣を巡ってるね、奈良不思議図鑑っていうのをね、毎週水曜日の21時54分からね、BSTBS でやっておられますからね。うん、あれ本当に涼やん。あ、スペシャルバージョンの時はね、春日大社とかね、いろんな奈良町とかね、うん、サルサイキのどこかとか、いろいろ来られてるんですけども、うん。まあね、僕も BS、ちょっとね、映る、まあちょっと映らない状況なんで、ちょっとね、ちょっと、違う状況でね、見てるんですけども、家ではちょっと見れない状況でね、うん、なんとか涼ちゃんを見ようと思ってね、うん。まあそのうちまたね、BS を見れるようにしたいと思ってるんですけども、まあね、いろいろなね、ありましたね、今回は。うん。こんなんになりますからね、皆さんも気をつけてくださいね。うん。それで、シャッフルリホちゃんね。シャッフルリホちゃんやった後にね、誰に合う、頭に合うかっていうのね、一回ちょっと、チェックしたいと思いますけどもね。うん。あ、びっくりした。今日の、あ、これ僕の好きなシリーズですね。赤、白、黄色。
ね。そして赤という、このね、この水着シリーズのリホちゃんなんですけども、うん、ちょっとおでこも出してね、うん、よろしいですね。ちょっと意外とおでこを出してるリホちゃんって珍しいかもしれませんね。うん、とても可愛らしいですね。富士美体なってるかな、なってないかな、なってなかっても美人ですからね、リホちゃんは。うん、こんな感じのね、一枚なんですけども、今日の吉尾リホちゃんはね、うん、皆さんもね、バスボールやることもあるけどもね、まあね、皆さんはちゃんとお風呂でやってるからね、こんなことになってもね、別に爆発してもね、大した被害はないと思うんですけども、うん、僕の今ね、部屋の中はもう森林の匂いがね、充満しております。りょうちゃんもね、まあ、みほちゃんも見守ってくれてますからね、まあまあ、よしとしましょう。うん、ぎゅっと感じね。で、結局、こいつですね、こいつは誰に会うのかってね、チェックしていきましょう。はい。こうね。ブルースリー先生どうかな？あ、ブルースリー先生にはちょっとちっちゃいですね。ということは誰に行け合う？釘崎さん、釘崎さんもちっちゃいな。蝶野さんか。あ、蝶野さんにちょうど良さそうな大きさですね。うん。蝶野さんの兜にしましょう。この蝶野さん行けんだったらこのおじさんも行けんちゃうかな。おじさん。よっちさん結構大きいな。おじさん、蝶野さんの方が頭大きいのか。蝶野さんのやつにしましょうかね。うん、このラインナップだったら、釘崎さんもでかいだろ。そうですね。まあ、この、回ってるこのおじさん、これなのおじさんやったっけな。すぐ忘れねえな。プラモデルのね。うん、このおじさんは明らかにでかいからね。蝶野さんの兜ができました。うん。蝶野さんぴったりですね。という感じで今回は蝶野さんの、兜ができたよっていうお話でした。という感じで皆さんもね、バスボールするときは気をつけましょう。いつもありがとうございます。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。では、バイバーイ。いつもありがとうございます。また来てください。バイバイ。